ジョルダンザカリー・ルカクメナマ・モケレンゲは、ベルギー・アントウェルペン出身のサッカー選手。ベルギー代表。ポジションは DF。ロイヤル・アントワープ FC 所属。ロメル・ルカクを兄に持つ。2011年12月1日に、初めて RSC ・アンデルレヒトのトップチームのメンバーとして、ベンチに入ったものの、このエクアテネ FC との UEFA ヨーロッパリーグ2011から12の一戦で、 彼がピッチ上に立つことはなかった。初出場となったのは2012年4月6日に行われたジュピラープロリーグのスタンダールリエージュ戦であった。同シーズンに合計6試合の出場となったものの、翌シーズンはベンチに2回座ったのみで、ベンチ外が続き、クラブはタイトルを獲得した一方で日の目を見ることはなかった。その後2013年7月21日の ベルギースーパーカップの KRC ヘンクセンの87分にマティアス・スアレスに代わって出場した。その後、キロボルト・オステンデにレンタル移籍し、2014年には完全移籍した。2016年7月22日、SS ラツヨへの移籍が発表された。2020年10月5日、ロイヤル・アントワープ FC へレンタル移籍することが発表された。 2015年10月10日 UEFA ユーロ2016予選のアンドラ代表戦で代表初出場4から1の勝利に終わり決勝トーナメント進出を果たした2016年3月29日に行われたポルトガル代表とのアウェーでの親善試合の59分にギリオムジレに代わって途中出場し2試合目のキャップとなったこの試合ではジョルダンが放ったクロスを 兄のロメルが合わせて、得点としたが、チームは2から1で敗れた。父親のロジェは、元ザイール代表のサッカー選手、兄のロメルは、ジョルダンと同じく、ベルギー代表のサッカー選手で、いとこのボリボリンゴリムボンボンもサッカー選手である。ありがとうございます。